ジャンジェルマンド・ドルーエが傷ついたピロクテーテースを描いた1788年のレムノス島のピロクテテス。シャルトル美術館所蔵。ピロクテーテースはギリシア神話に登場する英雄である。長母院を省略してピロクテテスとも表記される。ポヤースの子。トロイア戦争にはオリゾーン人を率いた7隻の船と共に参加した。トロイア戦争の前には イアーソーオンとアルゴーブネ探検隊の冒険にも参加している。ピロークテーテースはトロイア戦争にヘイラクレースの弓を持参したが、これは自身もしくは父ポイアースがヘイラクレースからもらったものという。この弓を入手したい鬼殺については、ネッソスの功を参照。ピロークテーテースはヘルネーの元求婚者だったためにトロイア戦争に参加したが、トロイアに着く前に、 テネドス島において毒蛇に噛まれたから落ちた矢で傷ついた。その矢は、彼がヘイラクレースから譲り受けたもので、ヒュドラーの毒が塗布してあった。その傷はなかなか治らず、ひどい悪臭を放った。このためオデュッセウスがピロクテーテースをレームの死闘に捨て、オリゾーン勢は、ショーアイアースのイボ兄弟メドーンが率いることになった。10年後、トロイアはまだ落ちていなかった。 ピロクテーテースの持つヘイラクレースの弓なくしては、トロイアを陥落させることができないという運命だったのである。ギリシア勢の預言者、カルカースはこのことを預言し、ディオメデースとオデュッセウスがピロクテーテースを迎えに来た。別の説では、トロイアから捕らえられたヘレノスという預言者が、パリスの死後にヘレネーをもらえなかった腹いせにこのことを預言したという。ピロクテーテースは洞窟に住み、 弓で獲物を捕らえて生きながらえていた。ピロクテーテースの傷は癒えておらず、かなりやつれていた。ピロクテーテースは、自身をレームノストに捨てたオデュッセウスを見たときに、カッとなって彼を殺そうとしたが、やっとのことで思いとどまった。そして、彼らの説得に応じて、トロイア戦争に復帰した。三大悲劇詩人は、この場面を主題としたギリシア悲劇を書いたが、 現在まで残っているのは、ソポクレースのピロクテーテースだけである。なお、この悲劇では、説得に来たのがオデュッセウスとネオプトレモスだったことになっている。ギリシア勢の陣地に連れてこられたピロクテーテースは、アスクレーピオスのコポダレイリオスの治療を受け、戦闘ができるところまで復活した。クイントスのトロイア戦記によれば、ピロクテーテースは、 平楽レースの鎧みにまとって出陣したという。戦闘に復帰したピロクテーテースは弓の名手と言われ、アキレウスを弓で殺したパリスを逆に弓でイコ殺すなどして活躍した。パリスもピロクテーテースに向けて矢を放ったが、ピロクテーテースにかわされてしまった。瀕死の重傷を負ったパリスは、退いて傷を治す能力を持ったおいのお姉の元に向かうが、拒絶されて死んだ。詳しくは、 パリスの功を参照。その後、ピロクテーテースは、トロイアの木馬に乗り込むなどして活躍した。トロイアの陥落後、キトに着いたギリシア勢は、神々の怒りに触れて放浪するなどしたが、ピロクテーテースも、例外ではなく、イタリアのカンパーニャ人の国に流れ着いたとのことである。イタリア南部の諸都市は、ピロクテーテースによって建立されたとの伝説があり、彼は崇拝されていた。 なお、このピロクテーテースは、平クレースの数多い男色相手の一人である。ソポクレースの悲劇においては、前述の通り、オデュッセウスとネオプトレモスが、ピロクテーテースを、戦線復帰させるべくレームノス島に来訪した。オデュッセウスは、ネオプトレーモスに何も知らない風を装い、ピロクテーテースと親友になることを命じた。ネオプトレモスは、故郷へ帰る途中だと嘘を吐き、また、 ギリシア軍の頼みで、トロイア戦争に参戦したのに、父、アキレウスの鎧具をもらえず、オデュッセウスを恨んでいるという話もでっち上げた。ピロークテーテースは、自分を島に置き去りにしたオデュッセウスを心底憎んでいったため、それに共感し、ついに打ち解け親友になることができた。ピロークテーテースは、ヘイラクレースの弓矢を触りたいというネオプトレモスの希望に応え、 その弓矢を彼に手渡した。そこで、オデュッセウスが現れ、トロイア戦争に参戦せよ、さもなくば、ヘイラクレースの弓矢はいただくと脅した。ピロクテーテースはそれでも首を縦に振らず、断固拒否した。仕方がないとし、わずかな船員たちだけをピロクテーテースの元に残し、彼らは船へと去った。船員たちは、ピロクテーテースの心変わりを望んだが、 ただ嘆き怒り狂うのみで一向に心変わりしなかった。船員たちも船に戻ろうとしたその矢先、ネオプトレモスが帰ってきた。彼は、計略とはいえ、一時は親友だったピロクテーテースを裏切るのに罪悪感を覚えていた。そこで、オデュッセウスの反対を押し切り、ヘイラクレースの弓矢をピロクテーテースに返した。 ピロクテーテースはその行為に感動するも、それでもトロイア戦争に参戦することだけは断固拒否し、逆に故郷へ帰ろうとネオプトレモスを説得した。ネオプトレモスはそれを受け、我が故郷をキリシア軍の怒りから守ってくれるのならと、それに応じた。その時、ピロクテーテースの住んでいた洞窟の陰から神と化したヘイラクレースが現れ、ピロクテーテースにトロイア戦争に参戦し、 陥落させて、栄誉を受け取れと伝えた。ピロクテーテイストネオプトレモスは、ヘイラクレースの言葉に従い、全言撤回し、トロイア戦争に参戦することにした。ヒュギーヌス257話、ありがとうございます。